はい、レオンチャンネルです。ソードリバイスの発売と同時に、悪魔バイスのソードを悪魔で上げちゃうキャンペーンっていうのが始まりましたので、応募の仕方を詳しく確認しましょう。1万個限定でソードリバイスを集めると俺っちが当たるで、1万個ってことを考えると、まあ、ほぼ応募すれば当選するんじゃないかなと。で、現状バイスのソードは発売しておりませんが、ここの上半身と下半身のところで分割線があったりとか、造形が完璧なことを見ると普通の足になってるバイスは今後一般発売されるんじゃないかなと。第1回目の応募期間は10月4日から11月26日で、なので今回バイワンはリバイス関連じゃないものも入っておりますが、一応バイワンカテゴリーでローンウルフとかジャスティスサーバルとかストリウスとかあの辺も対象ってことですよね。で、第2回目の応募が11月から12月、リバイスのバイ2ね。で、第3回目の応募が12月から1月バイ3で、キャンペーン概要としては、ソード仮面ライダーリバイス悪魔バイスが合計1万名様。もう応募してきた人をみんな当選させるつもりでこんなに応募期間が区切ってあるとはいえ、全体で見れば長いですよね。変身シーンを再現、これいいな、こういう風に遊んでねと。おそらく後ろに魂ステージとか台座に対応するジョイントとかがあるんじゃないかな。応募方法は、対象商品のバーコードを6枚一口として応募用紙またはお手持ちのハガキに貼り、必要事項を明記の上、所定の郵便料金の切手を貼ってご応募くださいと。で、応募宛先書いてありますが、商品の発送は2022年3月以降だって、最速で。で、情報としては終わりなんだけど、応募期間は1回、2回、3回と区切っておりますが、それぞれ1回目はバイ1のみで応募、2回目はバイ2のみで応募、3回目はバイ3のみで応募可能と。で、その3回分を集計して1万名様に抽選で当たるだって。まあでもとりあえず1万個もあればよっぽど大丈夫でしょう。じゃあどうやって応募するかっていうと、これっすよ。応募用紙をダウンロードっていう項目があって、ここポンと押すと、はい、 PDF 形式で A4 用紙にプリントする応募はがきが出てくると。僕とかは自宅にプリンターありますから、はい、早速印刷してきました。特にサイズは変えずにそのまま印刷してねってことで、そうするとちょうどはがきサイズになってますね。で、じゃあ家にプリンターがない人はどうすればいいかっていうと、要ははがきを買ってきて、この発送住所とこれね、自分の情報をさらにバーコード6枚、これがあれば OK ですから、厳密に言えばここまで正式なフォーマットをプリントアウトしなくても、ここに書いてある通りの宛先に、あ、住所書いてないんだ。あ、書いてないわ。へえ、簡単。郵便番号119-0337と LPX 何悪魔バイスの騒動を悪魔であげちゃうキャンペーン係っていう住所を書いて、あとは自分の情報は自分の住所、お名前、年齢、電話番号を書けば OK と。これ簡単でいいね。で、あとはバーコードを箱から切り取ってテープでベタッと、まあ、あとノリとかで貼っちゃえば完了ってことで。で、6枚一口で応募できるんですけど、12枚で2口とかそういう応募方法もできるらしくて、その場合はここですね、複数口応募される場合は封筒でもお受けしております。その場合は口数分の応募用紙をご用意いただき、それにバーコードを貼り付け、必要事項をご記入くださいと。そういうような応募方法もあります。ご理解いただけましたでしょうか。じゃあ応募していくよ。もう僕もこういうのさ、後回しにするとだんだんめんどくさくなっちゃうから、このキャンペーンが始まったばっかのこのタイミングでも応募しちゃうわ。はい、このように切って、で、折り曲げると。で、僕は糊持ってきましたから、ここに糊をこのようにペタッと、このテープ糊いいっすよね。こっちにも貼っとっ、こっちにもやっとくか。で、折り曲げて、はい、これで A4 用紙を折り曲げたハガキが完成。じゃあこっからバーコードを切っていきます。
バーコードはこの上の数字も入れといた方がいいのかな。いや普通にバーコードだけでいいか。ロック値っていうと一番簡単なのはリミックス2、リバイ2、バイス2ですよね。今回の騒動バイ1のリバイス系を全部コンプすると6枚になりますから、まあでも今回さマジ争奪戦で買えなかった人も多いんですよね。僕ももう今回は争奪戦になるだろうと見越して食玩売り場行かなかったもんね。おもちゃ屋さんで予約した。朝の時点ではおもちゃ屋さんではめちゃくちゃ普通に大量に積んでありましたね。特に毎回第1弾は人気なので争奪戦になりがちですよね。じゃあバイスの箱でも第1弾をさ入手できないともう2弾以降いいやみたいな気分になっちゃう可能性もありますから、ここはもうちょっとみんなが手に入りやすいといいですね。再販されるかな。意外と再入荷騒動全然ありますからね。なんで来週の次の月曜日にもう一回入荷とか割とあるんで、ちょっと食玩売り場とかおもちゃ売り場の食玩コーナーとか気にしておく方がいいかもしれませんね。はい、これで6枚のバーコードが揃いましたので貼ってこう。こっちにやればいいか。えい、はい、テープこうして、まあ一応はがきでも OK とはいえ、はがきっていうか自分ではがき買ってきて住所書いてでも OK とはいえ、この正式なフォーマットの方が安心感はありますね。あ、待って、これノリじゃちょっと剥がれそう感あるから後で上からテープ貼ろう。ソードの箱自体がちょっと分厚いからさ、こういう感じになるね。で、これであとはここに、今ハガキは63円切ってですから、これも、はい、貼ってあげて、あとは自分の必要な住所とお名前、年齢、電話番号を書いて、応募すれば OK と。はい、バーコードが入るとだいぶ見た目それっぽくなりましたね。じゃあ僕はこれで応募してきますので、2口応募すれば2つ当たるとかそういうことがあるのかな。さすがにご家庭で1体かな。まあ、とはいえ早めに送っておくことには問題ないと思いますので、皆さんもこの手順を確認しながら早速このキャンペーン応募しましょう。一応悪魔ボイスのあくまであげちゃうキャンペーンの公式サイトはリンク貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルでした。来年の3月到着楽しみですね。